ブラックピンクコレクション。ピンクコレクション、はい、今回もブラックピンクの魅力をどんどんコレクションしていっちゃいます、はい、今回でね、なんと最終回の、あー、そんな、いやー、1回やっただけじゃないの。そうなんだけどね、本当そうですよね。1回目で最終回、最終回で噛んでるし、そう、もう最悪ですよこれはい、みんな忙しいから ね、そうですね、はい、それじゃあみんな自己紹介を改めてお願いします。お願いします。はじめまして、私たちはブラックピンクです。リサです。ジェニーでーす。ジーズです。お、うん、ロジェです。はい、そして今回もこの2人です。よろしくお願いします。タミーキーでーす。お願いします。やばいやばいやばい、これだけ豚みたいだね。お金、豚の豚になっちゃった。お金、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 あまりマニマニ。この番組では日本だけでなく世界でファッションリーダーとして注目を集める彼女たちの魅力を次々とコレクションしていきます。今回のブラックピンクコレクションは、さあ今日は最終回ということですが、はい、どんなことを、どんな一面を今日も見れるのかということで期待してるんですけれども、はい、今回はですね、はい、人間ってさ、ほんと見た目だけじゃさ、因果わかんないってことよ。深い深い。そうそう、みんなのさ、心の中、うん、知りたくないですか。知りたいよそんなの。でもそんな心の中だって綺麗に決まってるよ。わかんない。やだちょっと、あんたこういう時だけお姉キャラを踏んだったわね。はい、ということで今回は、ブルピンメンバーの心の中を覗くために心理テスト。うわー、これはすごいことだ。はい、題して深層心理コレクション。やだ。そう、今回はブラックピンクの隠された素顔を明らかにしちゃう深層心理コレクション。番組が用意した心理テストでメンバーを丸裸にしちゃいます。心理テストとかそういうのはみんなやったことありますか。あ、出ろ。やったことない。誰、やったことない。結構ね、すごい恥ずかしいことまで分かっちゃったりするけど大丈夫ですか。そう、自分の知らなかった一面、みんながなんかすごいいいイメージで持ってくれたのが実は違うんじゃないかみたいな出ちゃうかもしれない。そう、でも正直にね、正直に。하지만그것도저니까저에대해서알아가는시간이라고생각합니다。おお、前向き。もうもう結果が出た。やりましょう、やりましょう。はい、それじゃあバービーさんも、うん、あの一緒に受けてもらおうかなと思ってて。日本代表いいの。はい、もちろん。ああ、じゃあ一緒に、私もメンバーの一員として頑張ります。メンバーの一員じゃなくてもいいんですけど。一員じゃなくて、一員じゃなくていいんです。あ、分かりました。一緒に受けていただきたいなっていうことですね。バービーさんも丸裸にします。恥ずかしい。求めてないもん誰も。もう時間ないんで。ありがとうございます。さあ行きましょう。早速いきますね。はい、第1問。最初の心理テストはこちら。あなたにとって腕時計はどんな存在ですか。直感でお答えください。一言でもさっと言える。そう、インスピレーションでも直感で。大切なものとかそういうこと。まあそれはね、そうそうそうだね、うん、その人によるよね。大切な人からもらってたんだったら大切なものとかね。じゃあちょっと一人ずつ聞いてみましょうか、うん、またみんな大丈夫かな。じゃロセちゃんがいこうか。뭔가중요할때필요한아중요한시기에필요한것나를보고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 좋아해요なるほど。これもまた面白いですね。ブレスレットの方がっていうのも。あれ、ありがとうございます。また待って。そんなに気になって。どうぞどうぞ。見えてるのかな。リサ먼저해도돼요。저아직생각이잘안나가지고。わかりました。リサちゃんいける？저는손목이라고했을때는뭔가힘。힘？몰라。저는힘뭔가힘낼때도뭐손목시계손목시계아손목시계아제가잘못알고손목이라고생각했는데
だよね。シゲシゲ。総目シゲ。腕時計だとしたら。シゲが필요하냐고요 아니요 What is it to you? What is it to me? 너시계아시계今理解してるんで後回しにしましょうか수가되죠今知りました수가되죠はいリサさん質問はしっかり聞いておいてくださいね아죄송합니다죄송합니다ジェニーちゃん行く？の、の、の、私たちの。あ、손목시계는、별생각이없네손목시계시가아제가考えたことがないって答えでもいいんですかね？そうかもしれないですね。それもそれで考えたくもない。率直な考えたことないから考えたくもないなのか。생각해본적이없다。考えたことがない。なるほど。さあ理解したんでしょうか？表情面白い表情してました今。さすが。まず理解まだしてないかもしれない。もしかしたらですか？손목시계는너한테어떤뭔가그거차고있으면뭔가약간제가이하루의시간을그거뭔가막잘몰라아니해해그거손목시계를딱생각하면떠오르는거시간시간그냥시간시간을보는용도시간시간을보는액세서리어감사합니다정리해줘서간단한거腕時計が自転に乗ってる時計ですね。ネーム。簡単だったね。で、椅子に正義ですね。正義ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。行きますか。はい。はい。バビさん。この心理テスト。いいのバビ。聞いてよ。一応一応ね。ああ。ごめんなさい。バビ先生、バビ先生にとって腕時計とは何ですか。邪魔くさい、めんどくさい。邪魔くさい、めんどくさい。はい。私金属アレルギーなんで。金あれ。つけれない。はい。金属アレルギーなんで。はい。なるほど。一緒。うん。同じ多分ね。どうなの？腕時計に対してそれぞれの感じることを答えてもらったこの心理テスト。一体どんな深層心理が隠されているのでしょうか。それではいろんな答え出ましたけれども、はい、実はですねこの心理テストから分かることは。あなたにとって大切な人がどんな存在なのかということがわかります。そうですよね。え、これはじゃあのせちゃんは大事な時に大事な時につまり大切な人は大事な時に自分にとってすごく素敵な回答、すごく素敵な回答。ジスちゃんはジスちゃんが居心地が悪い。あなたにとって大事な人は居心地の悪いもの。なるほど。どうなんですか？それは大切な人は。신기하네요。あ、어느정도맞는것같아요。そうなんだ。誰のことを指しているのかっていうのが気になりますけど。なるほど。次ジェニーちゃんは考えたことがない。大切な人は当たり前の存在すぎてってことなんですかね。いい解釈ね。いい解釈ね。ふくだふくだふく。ジェニーちゃんどうですか？아맞는아주좋게말해주셔서요 、네、너무중요한사람이니까생각할필요없는거죠중요너무중요해서표정야다야다パス나오시다네나오시다네ごめんなさい。そしてリサちゃん뭐야중요한사람은시간과용도야나는중요한사람그게무슨시간아니야타임키퍼私にとって大切な人は時間タイムキーパータイムキーパー間違いないタイムキーパーマネージャーさんマネージャーさんマネージャーさんしっかりしてるんだね時間に厳しいマネージャーみたいな人がいないとね。なるほど。すげえ재밌어요。ね、새로운걸배운것같아요。재밌어요。자신에대해서가볍게本当ですか？あれ、非常に가볍게食べるんで。시계는시계일뿐。시계에それが心理テストですよ。それが心理テストなんです。そうなのよ本当に。そうだよね。それじゃあ行きますか。また2問目行きますよじゃあ。はい。続いての心理テストはこちら。あなたは階段を上っていましたが疲れて一休みしました。それは何段目ですか？わあ、さあみんな考えてください。バービーさんも考えて、あ、考えてますか？どうしようかな。さあ決まりましたか？イメージしてるね。じゃあいきます？ロケちゃん。いつも早いね。うん。35번째。ええ。이게3층
가다가 사칭 가기 딱 중간쯤에 아, 너무 피곤해서 겁나 흐름이 강하네. 3층까지는 되게 씩씩하게 가다가 이제 사칭 가려다가 좀 시원한 가야겠다 생각할 것 같아요. 에? 구체적인 どっかの 빌とか 想像してるの? 그냥 아파트예요. 아파트. 아파트. 아, 나름대로 싫어요ですね. 자, 次 行きましょうか. 저는 쉬지 않을 것 같아요. 오! ジスは前回の失敗を取り戻そうとしてるんでしょうか。続いてジェニーの回答は。今と先ね、たそ。お、五段目。結構早く休むね。体力。体力が遅いよ。体力ない。あんだけ踊ってて。体力ないの？五段目。なるほど。六段。分かれるね。さあ、リサちゃん、さっきから指が動いております。リサちゃん、だんだんリサちゃん。リサちゃん、ちなみに階段の定義。100段。어디까지올라가려고그래그사옥저희회사5층아니그5층까지걸어가본적있었잖아요10층까지걸어가야지근데하나그우리반반있잖아요반반그리고그그게너무많았잖아요딱100인것같아요그딱5층까지는나르호도멋지네마비쌈마비쌈와나씨와8ぐらい까나8다이가이트스그나사크또사크사크何が分かるんだろうということで、さまざまな回答が出揃ったこの心理テスト。一体どんな深層心理が隠されているのでしょうか。さあ、実はですね、今答えていただいたその段数がなんとあなたの精神年齢を表しております。これ実際の年齢との差で好奇心がわかるっていうことで、差がある人の方が好奇心旺盛という。100歳。リサさんは100歳です。ちなみに精神年齢がなしという年齢を超越した結果となったジスは神だ神神だ神だすごいそういうところありますかちょっとなんかこう変わってるというかそうなんですロゼちゃんはこの35歳っていうのはちょっとやっぱ確かにこのメンバーの中では年上というかちょっとなんか大人っぽいなっていうところがやっぱあるんですか100살이있어가지고되게많지예생활의지혜난데지혜는가다말이쏟네確かに리사와브라크핑크의1000인に認定です続いての心理テストはこちらあなたはふわふわの雲と遊んでいます何をしてどのように遊んでいますかあ、難しいね、これね難しいですね何するかな저는구름위에누워서누워서이렇게방방이렇게뛸것같아요누워서인처럼이렇게그냥누워서근데이분이푹신하잖아침대인것처럼침대인것처럼아와이렇게걸어비타리아맞다리したいってことかな행복저는구름을이렇게훅하고불어서다없애버릴거예요오폭신한언니폭신폭신한구름인데도이렇게만졌을때폭신폭신한데다없앨거야나가딱서있을부분남겨놓고다없앨거야솜사탕같은데왜이렇게나빴어언니솜사탕어떻게생기나어떻게생기나확인할거야샌님みたいな なんかね何もいらないんだねジスは毎回強気の発言です。続いてはジェニーの回答。저는앉아서그타고이렇게바람을타고막돌아다니고아이런나ところ로それ乗って行ってみたいんだ。조심해내가너구름없앨수있어불어가지고맞아고와기다맞죠이사짱자行きましょうか来ました来ました이사짱이사짱저는계속구를것같아요구를것같아요그럼왜요그룹으로가이드를했어요그룹으로나와를네그룹으로
화장실? 약간 짱구처럼 그렇게 막 약간 짱구가 맨날 이불을 이렇게 말아서 김밥처럼 하거든. 아, 너는 구름으로 그렇게. 아, 네, 그래시 그려진짜 진짜 그래들은 오래시. 아, 짱구. 예, 그려진짜. 예, 한국으로 보다 민나 스티는 됐어. 짱구. 민나 스티는 됐어. 진짜 나이스키. 진짜 민나 맨날 봐요. 매일 봐요. 그 역극장판도 다 봤어요. 맨날 집에서 TV 언니 막 짱구 배경화면도 막 맹구고 막. 예. 한국 분 신짱은 어떤 코에 나왔을까? 언니 잘한다. 언니 진짜. 언니 잘한다. 그 약간 액션 가면서 와주세요. 似てるの？似てるの？なんか似てるね。ちょっと似てるのね。実際モノマネが似ているかは謎ですが、実はクレヨンしんちゃんが大好きなようです。ちなみにバービーの回答は、私はね、こうまず雲を蹴ってみて どこら辺まで雲かを確認した後は、あのバフバフしてクマタンとか作る。ああ、かわいい。かわいい。可愛いでしょ。バービーさんでしょじゃない。ええじゃん。可愛いでしょ。それは違う。ブロスを防ぐ声や。やめてやだよ。違ったよ。近く来ないでよ。怖いよ。殺し屋ですよ。怖いですよ。サラリーマン。助けてください本当に。ということで皆さんの回答はこちら。またもやジスの答えがヤバそうな感じですが、一体どんな深層心理がわかるのでしょうか。ちなみにですね、これは実はあなたが好きな人からされたいこと。ということは、ふーっと吹き飛ばして自分の吹き飛ばして、足で蹴飛ばしてクマちゃん作られたいこと、蹴飛ばされたいこと。で、ヨネちゃんが確かふわふわ寝転がったりまったりしたいという感じだったんで、そうですね、好きな人と一緒にふわふわコロコロまったりしたいという、まあ素敵なね、なんか来るんか、何か過ごしたいかな。あー、で、でよかった、この後にね、話す人がとんでもない回答。はい、確か、雲を吹いてなくしちゃうっていうことは、好きな人に吹かれてなくなっちゃいたいってことですか。ということになっちゃうのか。変化かけんねや。あ、変化かけて。幸せの定義はあるから曲げません、一切。はい、さすがです。さすがです。さすがです。ユニヌン타고다닌다고。つまり乗られたいってことですか。好きな人に乗られたい。なんか手を出るのも違う。行きたいですね。あ、いろんなとこ行ってみたいんだ。いろんなところに行けるっていう。それは旅したいんです。好きな人と一緒にね、行くとかに。手を出るのも面白いですね。答え方も難しいですけど。リサちゃんはガラガラ。ガラ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 って好きな人に行くとかに。お願いしたい。ということで、深層心理コレクションはこれにて終了。はい、みんなこの番組でいろんなことをやってきましたけど、どうでしたか。本当に面白かった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 。서로의마음을더잘알게된것같아요。嬉しい。そうなんですね。언니가얼마나이상한사람인지더많이알게된것같아요。내가된기분이。아嬉しい。お母さんかな。でも本当もっと好きになった、今日一緒になってね。なんかすごい面白かったです。みんな個性が豊かで、本当にますます好きになるか。これからも大ファンで応援します。頑張ってください。第2弾もやれたらいいですね。お願いします。はい、ということでブラックピンクコレクションでした。ありがとうございました。